このコロナになる前の東京ダイム、そのプロサーキット海外を転戦した東京ダイムとは今のチームはやっぱ全然、まあ、新しいチームになってて、新戦力が加わった、まあ、新しい体制なので、ベテランと若手の融合、わかんないですけど、はい、新しい東京ダイムを見せれたらなと思ってます。